こんにちは、あこです。今日はですね、この間インスタグラムでいろいろ質問をいただいたので、それに答えてみようかなと思います。なんかあこさんのこともっと知りたいですと言ってもらったコメントがとっても嬉しくて、なんかまあちょっともっと私のことを知ってもらって、アクトに来たことない人はなんか会いに行ってみたいなとか、まあ、もう会ったことがある人もあこんな人だったんだってもう知ってると思うんですけどあなんかこんな人だったんだなとか改めて、まあ、思ってもらえたらいいかなと思って、ちょっと動画にしてみました。ではゆるくご覧ください。どうぞ。インスタの、 質問のやつでね、募集したんですよ。ちょっとそれに答えていきたいと思います。まず1番目、世代が知りたいです。中学時代に流行っていた歌とか、私はラブマシン世代です。中学時代の記憶がなんかもうあんまりないんですけど、なんだろう、なんか私はまずもうずっとやっぱりアイドルが好きなんですよ。ガールズグループがずっと好きで、やっぱりまずは安室ちゃん、スピードが大好きだったんですよね。でもスピードはもうひろこちゃん派だったんですけど、デビューの時からテレビで見てて、もうすっごいスピードに憧れて、小学校時代かな、もうシールとかカードとかめちゃくちゃ集めてて、もうテレビとかも全部録画して本当に見るぐらい大好きでした。で、安室ちゃんは本当にスーパーモンキーズとか後ろで踊ってるような時代とか、本当初期の頃かな。だから本当小学生時代がもう憧れ、室ちゃんとスピードが出てきてもう可愛いって最初思っていたところから始まり、その次がモーニング娘かな。それも朝やんとかから見てて、もうやっぱ憧れ、お坊ちゃんとかやっぱりあの可愛い感じが好きだったのかな。でモームスを見てて、であややとか、もうそれハロプロ系にハマってた時代があり、その次 AKB か。で AKB もやっぱり初期のあっちゃんがセンターで、涙サプライズとか、なんかそのもう MV をめっちゃ見て、なんかダンスの練習してとかやってました。でその後ももクロにハマって、コスチュームを作ってライブに行ったりとかめっちゃしてました大阪とか名古屋とかまで行ったりとかもしたのかな。でそれでエビ中にハマって握手会行ったりとかみたいな、ハマると結構もうとことんになっちゃうんですけど、その後でエビ中とかも、まあ、今も大好きで応援もしてるし、ライブにまた始まったら行きたいなと思うんですけど、やっぱ NiziU にハマってたりとかで、それで TWICE が好きだったりと か結構ね、もうずっと女の子のガールズグループに結構ハマって大好き、はい、そんな感じです。でこの間インスタグラムにも載せたんですけど、 SnowMan も今ちょっとハマりつつあります。いろいろ教えてください好きな人話しましょう。はい、遠方ですがコロナが落ち着いたら予約していってもいいですか。ぜひ、これはもう本当にいっぱい行っていただくんですけど、もうお待ちしてます。私はいつでも待ってるので、まあ、落ち着いたらでもいいですし、ちょっと一回予約したけどやっぱり体調が悪くなってしまったとか、周りに体調が悪い人が出てしまってキャンセルになってしまうかもしれないとか、なんかそういうのを心配してもらう声もあるんですけど、もちろんキャンセルも大丈夫です。そうで、まあ、無理せずにぜひご来店をお待ちしてます。嬉しい、その気持ちが嬉しいです。はい、次、好きな異性のタイプスノーマンのラウールくんにめっちゃハマってるあと須田まさきくんです。産後の抜け毛で短い毛が生えてきたんですが、うねうねしていて髪質が変わることはありますか。あ、産後の抜け毛はほぼ自分のちゃんと髪質でまた戻ってくるとは思うんですけど、その産後の後の生えてきた毛っていうのは、新しい、まあ、産毛からどんどん髪の毛ってしっかりしていくんですけど、最初の生え始めだからもともともしかしたらちょっと癖があるんだけど、もう全体の髪は長いから癖が落ち着いてるんだけど、新しく生えてきた毛が短いからそれがなんかこう本来のちょっと癖が出ちゃってるだけっていう場合もあるし、
その抜け毛が伸びてきた毛ももちろんこう生えたらまた伸びてこの横の毛たちと一緒になると思うので、そうすると多分またね馴染んでくるし、気にしなくて大丈夫です。産後の抜け毛についてもよく質問とか、なんかどうしたら防げますかとかっていうのも来るんですけど、やっぱり産後の抜け毛っていうのはもうホルモンのバランスによるものなので、もう防ぐものではないから、もうそこはしょうがないと割り切って、絶対また生えてくるし、生えてきたらいつか伸びてちゃんと馴染むので、もうそれをもう待つことかなと思います。私はもともと毛量が多いので多分抜けてたんだけど、そんなに気にならなくて、こうやってお団子とかをまとめた時に結構遅れ毛っていうかピンピン毛がすごい出るなと思ったら、多分それが産後の抜けてて生えてきた毛たちだったんだとか、そういうこともありました。でも気づいたらやっぱちゃんとまとまるようになったので、伸びてちゃんと元に戻るのでご安心ください。子育てで大事にしていることは何ですか？怒らないようにしているというか、なんかイライラ、なんか注意はするけど、こっちが怒ったってしょうがないなって思ってるので、なんかまだ生まれてきて2年とかで、この世のルールとかを何にも知らないわけじゃないですか。だからそれをこっちのルールで、ダメとかそれしないよとかって怒ってもしょうがないから、それ教えてあげるっていう気持ちでいる感じですかね。食べ物で遊ばないよとか、そこに立たないよとか、どんどん教えていってあげる。でも言ったことをわざとやってしまったりとかしたら、それは怒るとかでいいと思うんですけど、うちの場合まだ2歳ちょいとかで、なんかそういうまだ悪ふざけっていうか、そこまでそういうのがないけど、あとなんか全部ね面白く感じちゃうんですよ私は。なんかそういう感じ方するんだとか、そういうなんか風にやるみたいな、なんか面白くなっちゃって、どこか多分客観的に見てるのかもしれないですね。なんか大体ほら、人の子って面白いじゃないですか。なんかやってても悪さとかしててもなんか笑っちゃうみたいな、そんな感じで、どこかこう客観的に自分の子育てっていうか子供のことを見て、なんか面白おかしく捉えながらやってます。ドライヤーとかも嫌がるじゃないですか。なんかで、うちおもちゃのあのドレッサーがあるんですけど、それをさくらはアクトって呼んでるんですよ。うちのアクト、ドライヤーも洗面所でやろうとすると、知らない、アクトでやるみたいな、あ、さくら様お待たせいたしました、こちらへどうぞ、ドライのご予約でよろしかったですか、では乾かしていきますねとか言って美容室ごっこしたりとかして、なんか面白おかしく、なんかどうやったらなんかやってくれるかな。お着替えの時とかも、着替えないパジャマで行くみたいな、早くって言ったって早くならないから、お待たせいたしました、さくら様、今日のお洋服はこちらのチェリー柄のトップスか、こちらのピンクのトップスと、どちらがよろしいですか、こっちって言われるから、お似合いですとか言ってなんか全てなんかもうこう気分盛り上げれるかなみたいな、やったりとかしてます。どんなにいいトリートメントを使っても毛先がバサバサになります。ちなみにブリーチ2回しています。私ももうブリーチ2回どころじゃないんですけど、やっぱバサバサです。もうそれはもちろんしょうがないんだけど、できればねツヤツヤうるうるの髪になりたいと思うので、自分に合ったトリートメント、シャンプーを使うことかな。実は髪を良くしようって思うと、けどまずはシャンプーを変えてみると髪質は変わると思います。洗顔とかそういうのもそうなんですけど、やっぱこう洗う、髪を洗う、まずは、第一ステップの洗うっていうのが、実は髪に合っていないシャンプーだったりとか洗浄力が強すぎてしまうと、やっぱりカサカサパサパサになっていってしまうので、髪に合ったシャンプーを使ってあげるといいかなと思います。なんでそんなに明るいの？なんか多分楽観的で落ち込むとか悩むこともなくはないんですけど、でも割と人に言ったりとかしますね。結構もう言って発散するタイプなので、もう一緒にいる先輩とかでも結構もうわーっと喋ってどんどん発散していく感じです。それがなんかお客様の場合もあるしね、こう言っておしゃべりしてて、私もあるよみたいな、あっともう話をして発散してます。さくらちゃんは髪の毛切らせてくれますか？毎回大泣きで美容院連れて行くのが怖くて。さくらはまだ前髪しか切ったことがないんですけど、私のこうサロンで子供が来てちょっと嫌がってそうだったら、もう必殺 iPad アンパンマンみたいな鏡の前に置いて、そうすると大体もやっぱ子供って集中するんで、その間に切ったりとか。でもね、嫌がる子もびっ
くりするぐらいそれも切れるようになるんですよ。やっぱりこう美容院に来る子もあんなに泣いてもサロンに入るのすら嫌がってたのに、もう椅子に座るのも嫌だったのにとかも、やっぱり年齢がちょっとずつ上がっていくと、あ、一人でお座りできるようになったとか、もう鏡見てなんか自分がこう可愛くなっていったりとかするのが楽しいみたいな、なんかもうどんどん大丈夫、ちゃんと成長して切れるようになっていくので、まあ、それもなんか成長と思って、大丈夫、切れるようになります。この間泣いてたとしても次行った時は大丈夫かもしれないって思いながら、怖がらずに病院行くといいと思います。自宅での髪の毛の洗い方、向く方向によってのメリットデメリットあれば教えてほしいです。髪の毛の洗い方、みんなどうやって洗うんだろう逆に私はもうシャワーでもうそのままガーって洗うんですけど、例えば特にこう下向いてとか上向いてとかはなく、普通に洗います。シャワーもわーって。ただそのよくトラブルとしてなんかこの辺ポリポリ痒いとかなんか匂いが気になるっていう方とかは、結構このね襟足この辺とかこの内側が洗い流しが足りない場合があるので、わーって洗う時にそのシャワーヘッドちゃんと持って、このこっちのわーっとこの中とかこの内側をしっかり流すっていうのを意識すると、洗い残しがないと思います。だから姿勢っていうよりもちゃんとシャワーヘッドを持って頭全体を流す、なんか洗うのは多分みんな結構洗えてるから、洗い流しが足りないとトラブルの原因になりがちなので、それを意識してみるといいかと思います。 1,2 歳児の簡単可愛いヘアアレンジ教えてほしいです。アレンジはまたでは動画とかインスタグラムでも載せていきます。パサパサの髪に効くおすすめのヘアオイル教えてほしいです。もう絶対この9のヘアオイルです。パサパサになりがちということなので、多分乾燥してるのかなと思うので、9のマルチスタイリングオイルのリッチしっとりタイプがおすすめです。なんかこういうのも直接見ておすすめできるのがアコサロンオンラインで今やっているので、ご予約もお待ちしてます。いつもおしゃれでお手本にしています。毎月服にかける金額大体どれくらいか気になります。これは、言えない。自分でも計算してません。もうそれが自分の今のっていうか楽しみですストレス発散。落ち込んだりちょっとイライラしちゃった時の気持ちの切り替えはどうしています。こうやってなんか YouTube を撮ったりとか編集してると結構無になれたりとか、そこで結構気持ちのスイッチが切り替わるので、こういう SNS とみんなとつながるっていうのが自分の中の結構切り替えになってると思ってます。そうだからこういう更新したりとかするのがなんか私は苦じゃないというか、むしろもう楽しいから、それかな、なんかそれがなくなったら結構もう自分のなんだろう殻っていうか中にこもりすぎてしまって私はダメかなって思ってます。今回はこのような感じで質問に答えてみました。質問してくださった方ありがとうございます。なんかいつものインスタグラム の文字で答えるよりなんかさらに気持ちが伝わるかなと思うので、たまにはこんな感じも面白いかなと思いました。ではまた次の動画でお会いしましょう。アコでした。バイバーイ。